はい、タンタンどうも、ガオチュウでございます。ちょいと、もうタバコを吸ってないとやってられない。違うか。今日はちょっと天気も良いので出てきたのと、もう稲刈りがあちこちで始まってはいますね。はい、まあそんな新潟県内でございます。タバコ吸ってると登録者数は減るかな。まあそんなんで出てきたわけなんですけど、まあ1年に1回車の点検やるわけですが、まあ車検が2年に1回か。で、あと1年、その車検と車検の間に、12ヶ月点検がありますけど、今回それを受けて、とんでもないことが発覚してしまったので、まあ報告動画というかなんというか、そんな感じですね。実はその12ヶ月点検ディーラーさんでやってもらって、まあ点検やった後、ここもダメです、ここもダメですなんてのがもういっぱい出てきて、特に足回りなんですけどね、出てきたので、まあツイッターとかね、ミンカラさんとかでは一応もうさ、今 X か、ツイッターじゃなくて、まあそんなんでつぶやいてはいるんですけど、トンネルだ。トンネルの中は涼しくていいですねっていう話じゃねえよな。12ヶ月点検終わった後、担当者の方に、足回りで、左のサスペンション油漏れてますねっていう報告を受けて、あららと、ついに来たかと、そんな風に、一瞬で思って、交換せねばならんのという話になりました。はい、でまあ交換で注文する分にはまだ、在庫もあるし、明日には揃えられますよと言われたんですけど、まあね、お金の面もあるし、あとディーラーさんのその工場の、まあ、整備部門の、忙しさもありので、そうですね、あと半月ちょっと待ってくださいつって言われました。まあ、なので今現在はまだ左のサスペンション油が漏れてます。はい、漏れた状態で走ってるのは分かってるんですが、まあこの動画撮らなきゃいかんかななんてね、まあ、別に義務じゃないので、普通に黙ってて、ああ直しましたっつって、いうのもありかなと思ったんですけど、まあまあ20年も経つと、ちょうど20年なんで、20年も経つと、もうやっぱりこういうのありますね。あとまあ、サスペンションもそうなんですけど、他のゴム類、足回りのゴム類、蛇腹状のね、それももうひび入って割れてますねとか、あと、
日々入り始めてちょっとやばいかな、来年の車検までに持つかなっていうあのことも聞いてるので、じゃあそのこと全部交換しましょうっていう話にはなってます。後で見積もりは来ると思うんですけどね。あとドラ車はどうなんだろうな、ドラ車とかあと他のロッド、がまあどうなっているのかちょっと、外してみないとわからないっていうところもあるので、まあその辺含めてじゃあ全部見積もりくださいという話に、してます。概算では25ぐらいかな、まあ20から30の間かなというお話なのですが、金がねえな、どうしようかなというところで迷ってます。まあ、迷うというか悩んでます。こういうの一気に来るとね、やっぱりお金かかりますよね。サスペンションだけとか、あとゴム類だけとかいう話だったら、まあまあこういった、まあ、点検なり車検の時に一度にやるのが一番いいんじゃないかなとは思うんですけど、でもね、どうかな、はい、あ、昔通ってたバイク屋さん、つうことで、はい、今回、まあ今まで、なんだろう、なんでハザード出したんだわかんねえな。今まで、この車買ってから、まあいろいろ交換はしてますよね。昔の動画見てもらうとわかるんですけど、車体本体のその当時買った金額の、まあ3倍強。車体本体含めて車のだから買った後にかかった金っていうのは車買った金額の倍、かかってて、でさらにここでまた20万とか25万とか30万とかかかってしまうのは仕方がないな。結構この車気に入ってるのでちょっと体格には合わないっていうのは分かってるんですけど、でも車として気に入ってるので、まあ、手放すつもりはないですし、継続して乗るっていうことになるとやっぱり、あれですよね、こういう修理っていうのはついて回るので致し方ないな。だから今左カーブとか、あ、じゃあね、右カーブか、右カーブ、左じゃねえ、右カーブとか交差点で右曲がるとかいう時にはちょっとサスペンションの、負荷を軽減したいなっていうのが今働いてます。気持ち的に、なので、まあ、ここ60だっけまあ走ること自体がねサスペンションを動かすことになるので、どうかなとは思うんですけど、まあまあ多少は、まあしょうがないかな、抜け切るまでには時間がかかるかななんて思ってるので、
大丈夫かな50キロぐらい走ってもまあ大丈夫でしょうという勝手な判断してます。本当はね、あの時に点検の後走らない方がいいんじゃねえかなと思い浮かべてはいたんですけど、どうかな、まあしょうがないね、ってことです。はい、まあ、別にこの車車庫の中入れっぱなしにして、ワゴンあるだけ乗ってるっていう手もあるんですけどね、まあ、その修理、できますよっていう時期まで、車庫の中で静かにおとなしく収まっててくれれば、いいかなと思ってるんですけど、やっぱりたまに、1週間に1回はエンジンかけて、まあ、10キロ20キロでいいから走らせれば、まあ、いいかなと思ってるんですけどね、ちょっと向こう半月ちょい1ヶ月ぐらい、ちょっと乗れないな乗れにゃいにゃガタガタの道結構ね走ってますからね、でまあ20年選手ですから、多分、まあ、前のオーナーさんで誰かもしかしたらサーキット走ってて、まあ、その時は多分車庫帳かなんか入れて走ってたんじゃないかな。でこれを出す時に純正に戻して、出したんじゃないかななんていうふうには思ってるんですけどね、まあ実際どうだか分かりません知ってるのはこいつだけ私は知らない、まあ、といったわけで、まあ、今回ちょっと大掛かりな、まあ、あとブレーキのその、減り方ですよね、ブレーキパッドがその2枚こうディスクを挟んでるわけですけど、片べりがひどいんですよ。今回見てもらった時にもやっぱり片べりしてて、どっちがどっちだったかな、内側が減りが少ないのかな、で外が減りが多いのかな、それで片側3ミリ残しぐらい残りで、片側が5ミリ残りだったので、まあ、これはキャリパーから全部交換しないといかんなって、そうなると、やっぱり軽く30番もそのサスペンション交換とか含めても軽く中古品使っても軽く30万超えちゃうなっていう感じですね、そうなるとな、本当はコペンのキャリパーとか、あとなんだろう、他のねもうちょっとマシなっていう言い方も変ですけど、まあ、G のはなんかなんかキャリパー、それからディスクの材質硬さ、それが今一つなのかわかんないですけど、なんかサビがひどい、ひどい、ワンシーズン超えただけでサビがひどいっていうのはありますんで、まあ、ディスクも本当は変えたいなっていう、感じですかね、はい、そんなんで帰ろう南魚沼市まで来ちゃってるからな、これでインター
小出インターの前を通ります。そんなんで、うん、折り返そう。本当はあの入広瀬まで行こうと思ったんですけど、どうしようかな、もう昼になっちゃうんで、帰りますね。腹減っ、まだ腹減ってないけど、今日の朝飯遅かったから。まあそんなんで、うん、ここに来てちょっとね、時期的に一番辛いかななんてのも感じてるんですよね。うん、夏のボーナス、まあ、一応出ましたけど、もういろいろね、コンプレッサー買ったりいろいろ買っちゃってるんで、かなり減ってるし、給料がいいかっつったら全然そんなね、この年で、足りるような給料じゃないし、ってなわけでいろいろ問題が大きいです。ほんとため息しか出ない。エアコンつけよう、暑い。はあ、風の音とか入っちゃってますかね、わかんないけど、はい。まあそんなわけで、うん、来るもんが来たなという感じですね。はい、そういった感じで、まあまあ、しばらくこのジードには乗らないようにしようと、乗ってもちょい乗りくらいかなということで、しばらくジーノくんお休み。向こう、まあ動画撮る頻度にもよりますけど、最近ちょっとアップ頻度が落ちてるので、うん、何とも言えませんが、はい、まあワゴン、しばらくはワゴン R で動画撮りしようかななんて思ってます。本当は山形とかね、那須、栃木の那須とかね、行きたいんだけど、まあワゴン R で動こうかななんて、そんな風に思ってます。まあ、今回はジーノくんの大修理、まあ人間がその、まあ、サスペンションっていうことになると、足の関節、うん、の部分になるかとは思うんですけど、まあ人間はね、そんな簡単にこう交換っていうわけにいかないんで、車でよかったな。まあ、車はね、人が作ったもんですし、替えの部品っていうのはいっぱいありますから。まあ、古い車はあんまね、なくなってきてますけど、まあ車だから交換はできるということで、まあ、うん、なんて言ってみようもないな。仕方ないから、車、このジーノを直すために借金でもすっかななんていう、まあ、それしか方法ないですからね。今までいっぱい貯めとけばよかったかななんてね。いや、貯めるほどももらってねえし、出てくばっかりで、あれやこれやと、出てくばっかりで貯めることができなかったので、まあ仕方ないなと。まあ人に言わせれば、そんなにかかるんだったら車出しちゃえとかね、絶対誰かそういう人っていると思うんですよ、少なからず。けどね、やっぱり、こうやって気に入った
車は手放したくないっていうのは、まあ今まではなくって、こいつが初めてっていうのがあるので愛着は感じてますね、うん、だからどうしても直したいっていう気持ちの方が大きいですね、もう絶対直せないっていう状況になったら、まあ、考えますけど、うん、まだ直せる段階なので、はい、直せるものは直して乗っていこうという気持ちではいます今のとこね、はい、ってなわけで、はい、今回の動画ここまででしょうかな。ぐだぐだ言うのもなんだし、またジの次乗るときは、あの、治りましたって時にしようかな、はい、てことで長々と申し訳ない、雑談に付き合わせてしまいまして申し訳ございませんでしたまあそんなんで、あの、ジノ君しばらくお休みでございます、はい、すいません、うん、あ、ちょっと心は沈んでますがしょうがないです。ってことで、ここまではガオ中でした、うん、はあ、また次回、ちょっといつになるかわかんないですけど、動画アップされたらよろしくお願いします。それでは失礼いたします。